数年前、結婚した年の盆休み、嫁の実家へ泊まりがけで行った時のこと。嫁の実家は中国地方の山の中で、最寄りの高速インターから2時間ほど走ったところにある。生まれも育ちも大阪、両親の実家も市内にあった僕にとっては、夏の田舎の景色はすごく新鮮で楽しかった。嫁の実家の周囲を堪能した翌日は、もうちょっと足を伸ばそうと、嫁と二人で車で出かけた。ナビも使わず、適当に車を走らせて、周囲の景色を楽しんでいた。低い峠を越えて1時間ほど走ると、道がぐっと細くなって、まばらな家々もみんな空き家のようになっていった。道沿いの田んぼもほとんどなくなった。そろそろ戻ろうよ。このままだと本格的に山の中入っちゃうよ。と嫁が言った。そうだなと方向転換できる場所を探そうとして、ゆるゆる走っていると、未舗装の脇道を見つけたので、そこへ車の頭を突っ込んだ。前方は山裾から急勾地というのか、草ぼうぼうの広い空き地が広がっていて、そこへ道が続いていた。そのぽっかり開けたところの真ん中がキラキラ光っているのが見えた。なあ、あれなんだろう。池かなんかでしょ？早く戻ろうよ。いや、待て待て。なんかすごい綺麗だぞ。と、構わず車を進めると、確かにそこには小さな池があった。午後6時にもなってなかったと思うが、後ろの山に日が落ちかけて、青く沈んだ山の手前にある池が夕日でキラキラしていたのだった。おお、綺麗だな。ちょっと車降りて見てこようよ。と僕が言うと、嫁は車で待ってると乗ってこないので、行けるところまで車を進めて、嫁を残して一人で車を降りた。池は25メートルプールくらいの小さなもので、貯水池なのか、下手になる方に小さな水門のようなものがついている。ぶらぶら歩きながら山の方を見ると、池のへりに小さな鳥居があった。なんで鳥居なんかあるんだ？神社って見当たらないよな。近くまで寄ってみた。鳥居は木製で小さく僕の胸のあたりくらいしかない。大して気にも留めず、そのまま鳥居の横を過ぎて池を回り込もうとした。その時、シャン、シャン、と尺状のような音が聞こえた。あれと思って振り向いたけど、特に誰もいない。山に遮られて、もう僕と池の周辺に日差しはなくなっていた。池もキラキラしていなかった。気のせいか空気もひんやりしてきた。と、またその時、確かに、シャンと鈴の音が聞こえた。ちょっと怖いぞ、と足を早め出した途端、ピーと僕の車のクラクションがものすごい勢いで鳴った。心臓が止まるかと思った。すぐに車の方を見た。車はまだ日に照らされていて、ハンドルに抱きついている嫁が見えた。その嫁がわめいているような形相で
クラクションを押し続けている。どうした？と全速力で走って車まで戻ると、早く乗って、乗ってってば！と嫁がすごい形相でわめきながらドアを開けた。急いで車に乗り込んだ僕がどうしたと言う間もなく、嫁は必死の形相のまま車をバックさせた。パーキングでいつも苦労している嫁がずいずいと車をバックさせて、脇道から本堂に戻って切り返し、ものすごいスピードで走り出した。僕はしばらく呆然としていたが、だいぶ戻って道が広くなったところで運転を変わり、何があったんだと嫁に尋ねた。嫁は目に涙を浮かべて首を横に振るだけだった。とにかくナビを起動させて、嫁の実家の集落から川二本ほど隔てた山鼻から一時間くらいかけて嫁の実家へ帰った。帰宅して少し落ち着いた嫁が言うには、僕が車を降りて池の方へ行ってから嫁は車の中でスマホをいじっていたのだが、ふと顔を上げると僕が鳥居に差し掛かる手前だったそうだ。その時僕の周囲がなんだかもやもやしていると思ったらしい。ちょうど陽炎で空気が揺れて景色が歪む感じというか、なんだろうと思ってそのまま見ていると僕が鳥居で立ち止まった。するとそのもやもやの中にうっすらと人影のようなものが浮かんできたんだという。半透明の白と赤の衣装の女性の後ろに黒いだけの影がいくつもブワーッと浮き立つように現れて僕の後ろぴったりにくっついたそうなんだ。僕が振り向いてまた前を向いた途端、僕に覆いかぶさるかと思うくらい、それらの影がもわーっと大きくなってきたそうだ。嫁は一気に鳥肌が立ったが、僕と一緒に逃げなきゃと思って、運転席に移り、目一杯クラクションを鳴らして僕を呼んだらしい。僕がダッシュで車に向かってくるときは、僕の後ろはまだもやもやしていたが、とにかく早く戻ってきて、そいつらは来るな、来るな、と必死だったそうだ。あとは車でひたすら走った。怖くてバックミラーもルームミラーも見なかった。そんな話を聞かされた。確かにあの時、急にひんやりしたし、錫杖のような音も聞こえた気がした。僕には何も見えなかったけど、そんなことになっていたのかと、その話を聞いて、僕も鳥肌が立った。僕たち二人とも霊感なんてなくて、今までそんな体験をしたことがなかったんだ。夕食の時、嫁のお父さんが、ドライブどこまで行ってきた？と聞いてきた。嫁が、あの辺は〇〇町か××町かな、山花まで行ってきた。と何もなかった風に答えた時も、義父母は特に反応はなく、へえ、なんもないやろ。町の人は面白いんかな、と笑っただけだった。どうやら地元で噂があるとか、いわくのある場所ではなさそうだった。でも僕も嫁もまだ怖かったし、何より例のそれがついてきてないかどうか不安だった。
実際見てしまった嫁は僕よりもっと怖いはずで、その晩は電気をつけたまま寝ると言った。僕もその方がありがたかった。その晩、何にも怖いことや不思議なことは起こらなかったが、嫁はまだ怖がっていたし、念のためと思って、次の日は二人でその辺で一番大きな神社へ行くことにした。とりあえず家内安全と災難よけのご祈祷を二人で受けて、車も交通安全のご祈祷を受けて、お守りを三つもらって帰ってきた。その後は特に何もない。毎年嫁の実家へも帰るけど、何もなくてほっとしている。あの池で何があったのか、嫁が見たものは何だったのか、何もわからない。ただ、思い出すと今でも本当に怖くなる。